はい、おはよう。はい、このうちで最後の朝になりますよ。いや、最後ではないね。明日の朝はいるんだね。明日の昼にトライアルに行くちゃこちゃんです。今日は元気にじゃあ遊びましょう。はい、トライアルを見送るしおんくんとあずちゃんです。あずちゃん手出てるな。はい、そしてちゃこちゃんを見送るちゃんくんです。ちゃんくんはなでなで攻撃を受けています。こちらはポンちゃんです。朝一から右目の調子が良くないみたいで、多分どっかにぶつけたか自分で書いちゃったか。大丈夫ですか、ポンちゃん。まあ大丈夫だね。うん。ポンちゃんはちょっと近いからあれだけど大丈夫かな？行きますよ。はい、はい、はそんなことだったね。鼻に入っちゃった？自分の毛が舞うから。ジャンクもびっくりした。大丈夫？初めてだね。大丈夫？気をつけてね。鼻に入った。
ポンちゃんの瓶も。はずちゃん。でもちょっと戻っちゃったのね。はずちゃんの少し出られるようになったのかな。いいかな。はい、はずちゃん。うちのあれに入ってもらえるかな。あそこにうんちみたいな黒い毛だね。うん。おもちゃだね。はい、あずちゃんいいかな。うん、そうなの。シュリッてしてくれるの。ありがとう。うん。ねえ、その細いとこにいないでさ、ベッドに入ったらどうかな、あずちゃん。うん。なぜいつも入らない？夜中とかここで寝てるのね。うん。うん、お腹空いてるね。よくしょっちゅう入ってごらん。はい、泣いた。じゃあ、果たして。あ、リカさん、リカさん、いかがな。うん。じゃあ、ちょっと、お水を取りましょうね。よいしょっと。はい。はい。はい。しおんくんは偉いね、おとなしく待ってるね。チャコちゃん、チャコちゃん、ご飯の用意ですよ。なでです。はいはいはい、ごめんね、しおんくん。なんかね、残ってるの半分くらい、着ぐらい残ってるんだけど、もういいかな。じゃあ下げて、あずちゃんもいいのかな。とりあえずいいの、あずちゃん、あ、食べる。これまだ残ってるよ。いいの、いいみたいだね。下げますよ。ベッドの方下げちゃうからね。はい、シアン君、お待たせしました。君は特別食ですよ。カリカリのみっていう特別な扱いですよ。どうぞ。はい、でもちゃんと食べてね。お腹が下らなくなったらまた別のをね、食べようね。食べようね。ちょっと食べる？